ます。本日はお集まりいただきましてありがとうございます。またネット配信をご覧の皆様ありがとうございます。ただいまより、明日開幕いたしますグローバルリーグ戦2016、前日会見を行いたいと思います。本日会見出席者は、ノア所属選手のみとなります。それではまず、B ブロックの選手から、ご入場いただければと思います。初出場、アレハンドロ・サイス選手。ドロ。同じく初出場、清宮海斗選手。7年連続7度目の出場、モハメド・ヨネ選手。ありがとうございます。7年連続元気です。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。2年連続2度目の出場、マサ・キタミヤ選手。3度目の出場、塩崎剛選手。前年度優勝者、5年連続6度目の出場、丸藤直道選手。続きまして A ブロック、3年連続3度目の出場、クワイエットストーム選手。2年ぶり6度目の出場、斉藤明俊選手。GHC ヘビー級選手権が5年連続5度目の出場、中島克彦選手。それでは各選手にリーグ戦に向け意気込みを伺っていきたいと思います。それではまず初出場となりますアレハンドロ・サイス選手、意気込みをお願いいたします。アレハンドロ、can we have your determination for this Global League 2016? I'm very happy to be here. I'm very excited about this Global League. I'm very confident about my skills too.They're a tough wrestler. The block B is very difficult, but I come here to win every single one of you. I come here to win it all. I come here to put my name on the top of the Japanese wrestling scene, on the top of wrestling Noa. So be prepared, because Alejandro Saiz has arrived to Japan to win it all.非常にこのグローバルリーグ戦に出場ができるということで、エキサイティングな気持ちですし、嬉しく思っています。自分の技術をもってすれば、このリーグ戦勝てると自信を持っています。 B ブロックは非常にタフ、強い選手が揃っていますけれども、絶対にこの B ブロックを勝ち上がって、そしてグローバルリーグ戦2016優勝したいと思います。そして自分の名前をこのプロレスリングノアという団体に刻みたいと思っております。ありがとうございます。では続きまして初出場、清宮選手、意気込みをお願いいたします。初出場ということですごい光栄なことではありますが、
初出場の若手ということで終わらないようにしっかりとインパクトを残したいと思ってます。ありがとうございます。では続きまして7年連続7度目の出場モハメド・ヨネ選手、意気込みをお願いいたします。はい、ヨネです、そうですね、まあ、7年連続ということでね、まあ、今回清宮のね、まあ、餌にならないように、そしてですね、まあ、やっぱり狙っていくのは優勝、その双子じゃと思います。 B ブロック制して、優勝を目指して頑張ります。皆さん応援のほどよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。続きまして2年連続2度目の出場、北宮選手、意気込みをお願いいたします。リーグ戦に関してはドアの中もいるけど、この戦いだと思ってる、やられっぱなしの相手もいるし、勝ち越してない相手もいる。このリーグ戦で全員に勝って、こっちが上だってのをはっきりさせたいと思う。マスコミ各位、ファンも思ってることだろうが、あんたらのそろばんじゃ叩き出せねえ、予想外の結果出して、土下も抜いてやるよ。以上だ。ありがとうございます。では4年ぶり3度目の出場となります塩崎選手、意気込みをお願いいたします。はい、先日の横浜大会で、横浜分隊大会で他団体の選手に負けてしまい、ホームで負けるという屈辱を味わい、今本当にそこにいると思ってます、自分自身が。そしてそこから這い上がるためにも、このリーグ戦は1回戦から優勝を狙っていかせていただきます。よろしくお願いします。ありがとうございます。では前年度優勝者、5年連続6度目の出場、丸藤選手、意気込みをお願いいたします。はい、前年度優勝者、丸藤です。まあ、言うなれば、昨年よりも、コンディション、モチベーション、上です。ということは、また今年優勝するのは俺だと思ってますし、まあ、この B ブロック、塩崎、北宮、海斗とノアの若い力、そういう部分にも負けないようにしたいですし、まあ、やはり同世代のモハメド・ヨネとも、しっかりとした戦いを見せて、さらに A ブロック誰が勝ち上がってくるか分かりませんが、必ず俺が優勝したいと思います。ありがとうございます。では続きまして A ブロック、2年ぶり6度目の出場となります斉藤選手、リーグ戦の意気込みをお願いいたします。みんなですね、それぞれ目標があるでしょうし、そこに向かって、ね、突き進んでいると思いますけれども、力的にね、横からポンと押されると正面よりも弱いので、そういった感じで横からスカッといってやろうかなと思ってます。ありがとうございます。では5年連続5度目の出場、前場畑根口選手、意気込みをお願いいたします。今年こそ、優勝という結果を残したいと思います。では3年連続3度目の出場、クワイトストーム選手、意気込みをお願いします。今年のグローバルリーグ、俺が優勝します。それで初の外国人選手が優勝します。明日から中島に50センチ in your face。 ありがとうございます。これは GHC ヘビー級選手権や5年連続5度目の出場、中島選手、意気込みをお願いいたします。5度目の出場になりますけども、とても今は、新鮮な気持ちです。まあ、ご覧の通り江ノ原選手だけの会見ですけども、今目の前に見えるものが全て真実で、そして作り上げていくのも俺たちだと思っています。そしてその上にいるチャンピオンとして、俺はこのリーグ戦も制して、また新たな光を俺が作りたいと思います。なぜなら俺は止まらねえ。それでは、質疑応答を受けしたいと思います。
平木さんお願いいたします。改めてですね、定番の質問になってしまうんですけれども、反対ブロックで上がってきてほしい選手というのをそれぞれの方にお伺いできればと思いますけど、よろしいでしょうか。はい、それでは、キャンディア選手から、反対ブロックに上がっていきたい選手をお願いいたします。僕ははっきり言って先のことは考えてないので、一戦一戦試合をしっかり大事にして、そこで僕が上に上がれば上がってこられた選手と試合をして勝ちたいと思っています。では上田選手お願いいたします。そうですね、やっぱりですね、中島選手が上がってきてそこで倒せればベルトに一番最短の距離なんでね、そうしたいなと思います。優勝というのが、必須条件ですけど、ベルトにチャレンジするためにも中島かっちゃん止まらせたいですね。よろしくお願いします。ありがとうございます。ではサイエンス選手お願いいたします。 In the finals、I would like to face Katsuhiko Nakajima、he's the champ, he's the bestAnd for be the best, you have to pin the best. やはり一番になるためには、一番の人を倒さなくてはいけないということもありますので、ぜひ中島選手と対戦したいと思います。じゃあ北宮選手お願いします。中島和彦一択だ。なぜならチャンピオンだから。彼から取ればトップコンテンダーとして文句はねえだろう。翔太選手お願いします。そうですね、同じ2004年デビューの、そして GHC チャンピオンの中島選手、そこで決勝を争いたいですね。はい、マルフィ選手お願いします。中島克彦と言いたいところですが、先ほどのコメント、やる気があるのかないのか分かんない、谷口、お前が上がってこい。では、A ブロックの選手はいかがでしょうか。斉藤選手からお願いします。マサ選手ですかね、勢いありそうで面白かった面白そうだった。谷口選手お願いします。マルさん、やる気ありますんで決勝で戦いましょう。逃げるだろ。ストーン選手お願いします。そうですね、一人もないよ。みんなに試合したい。みんなに最後にチャンピオン中島選手お願いいたします。やっぱり前年度覇者の丸井選手と戦って勝ちたいですね。そして勝ってまた新しい光がその先に見えると思うので、俺が止まるわけにはいかないです。ありがとうございます。大谷さんと、改めてですね、今日は鈴木軍5選手が会見には参加という形ですけれども、マルジさんと中島選手に伺いたいんですが、鈴木さんは最後の次元爆弾をセットしたと、オールオアナッシングだという不気味なことを言い続けているんですけれども、それについて伺いたいですか。ではマルジ選手からお願いいたします。そうですね、でも昨年のリーグ戦というのはリーグ戦が中心というよりかはやっぱり対鈴木軍というものがクローズアップされた中でのリーグ戦だったんですけども、今年は俺はそんなことないと思ってるし、彼がその次元爆弾というのを仕掛けたならば逆に楽しみにしてるんで、何でも出してくると、問題ないです。中島選手
手お願いいたします。もう今目の前にこの新しい光がある限り何も迷いはないし、何を言われても揺るがないですね、そこは、はい、だからまあただこれだけ言えるのは、鈴木君にはもう何も渡さない。ありがとうございます。他に質問の方はありますでしょうか。塩崎さんに伺いたいんですけれども、まあ、先ほどもどん底だというふうにご自身でも認められておられましたが、開幕戦から、その次がいきなり、杉浦さんと、相当最初から試練が続くと思うんですが、そこについてはどんなお考えをお持ちでしょうか。どんな考えもね、もう同じブロックなんでね、いつかは当たる選手だと思ってますし、まあ丸口選手に関しては自分が脳に戻ってきて初めてシングルで当たるんで、しっかりと塩崎王というものを極め込みたいと思います。まあ、改めてなんですけど、ノアも新体制が発表されて、で鈴木軍も無冠になったと、で中島選手が新しい、チャンピオンになって迎えるリーグ戦という形なんですけれども、中島さん、本当にいろんな区切りが一気にやってきているという感じがするんですけれども、今のこの状況について、お考えを伺います。まあ、本当に一つ言えることは、本当に信じれるのは今ここにある景色だけ。その中で俺はチャンピオンとしてやるしかないっていう気持ちでいるし、逃げるつもりは全くない。俺はこの新たな光とともにできることをやってきます。他によろしいでしょうか。清宮選手、まあ、ご自身の希望が通る形で、まあ、デビュー1年未満で抜擢という形だと思いますが、まあ、改めてどんなリーグ戦にしたいですか、この舞台を。では清宮選手お願いいたします。はい、そうですね、まあ、初出場ということで、これはヘビー級の大会だと、リーグ戦だと思うので、今まで僕は、ジュニアとヘビーということで、あやふやな形になってましたが、このリーグに出るにあたって、これからヘビー級でやっていくという覚悟があるので、ヘビーで戦うにあたって、ステップアップにしていきたいと思ってます。ありがとうございます。他に質問の方をお受けいたします。よろしいでしょうか。それでは後藤選手を答えたいと思いますので、そのまましばらくお待ちください。お願いします。